皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。はい。本日はですね、WTO と、あと中国問題でございます。では、参ります。よろしくお願いいたします。はい。えー、WTO、世界貿易機関の事務局長がですね、やっと決まりました。アメリカがですね、えー、韓国の、ユーミョンイさんへの指示を取り下げまして、えー、ナイジェリアの おこんョンイウェアラさんという方ですね。こちらの方ですね。はい。こちらの指示に回ったことで、えー、ユーミョンヒさんの方が2月5日金曜日に、えー、自分局長選辞退いたしまして、えー、これにより確定ということになります。えー、まあ、日本にとってはどっちもどっちなんですが、ただユーミョンヒさんはずーっとですね、国際的な、えー、そういう機関の お経済的なですね、期間のところに出ては、日本の悪口ずっと言ってた人なので、私大嫌いなんですけども、えー、まあ、それよりはいいのかな、というところでございます。はい、えー、まあ、バイデン政権ですね、4年、最長で4年だと思います。4年行く前に交代する可能性結構高いんじゃないかな、とは思いますが、 えー、4年後振り返った時にですね、バイデン政権になって日本にとっていいことって何かあったっけって思った時にですね、多分これが1個出てくるんじゃないかなと思います。 はい。えー、ただ、ナイジェリアという国は、1990年ぐらいからずーっとですね、中国依存が続いていると。一帯一路とか関係なく、その、全然前から続いている国でございまして、えー、それが一帯一路においてさらに深くなっていったということで、まあ、ちょっとたぐればですね、例えば、こんなニュースであったりとか、えー、こんなニュースであったりとか、はたまた、 こんなニュースだったりとか。っていうのが簡単に出てくる国でございますので、まあまあどう考えても息がかかってるんだろうなというようには思います。ものすごいですね、キャリアのある才能のある、あの、優秀な方なんですけどもね、どうなるかというところでね、ちょっと期待と警戒両方持ちながら見ていきたいなというふうに思います。はい。ということで次はですね、中国問題でございますが、 えー、BBC ですね。イギリスの放送局ですが、BBC がやってくれました。こちらでございます。はい。ウイグルの女性がですね、こう、今、まあ、ひどいことを受けていたということで、もう読むのもはばかられますけれども、内容をさらにはばかられるわけですが、本当 BBC というのはですね、これ多分、あの、変な話ですね。 習近平さん、反習近平派の人脈っていうのをこの,この人たちは持ってるんでしょうね、このメディアというのは。すっぱ抜いていきますからね。はい。えー、そしてこういった情報に対して、今国際社会が劣化のように中国を批判している状況でございますが、特にイギリスとアメリカが猛烈な批判をしております。イギリスはこういった問題が解決するまで、もう1ミリタイとも中国との関係を深めないと。 ということを表明しました。で、2月5日同じ日になるんですが、この記事が出たのとですね、ブリンケンさん、アメリカの国務長官ですね、現在の。ブリンケン国務長官と、中国の外交の一番トップ、ヨウケッチさんという方がいます。日本だと、王毅さんが有名なんですけれども、中国共産党の序列でいくと、ヨウケッチさんが7位ぐらいかな。で、王毅さんはもう100位にも入ってないです。もう天と地ぐらいの。 お差があるぐらい、ヨウケチさんの方が上です、序列が。ええー、という方と、まあ、ブリンケンさんが電話会談をしたということですね。アメリカの国務長官なんで、やっぱヨウケチさんが出てきたということなんですけれども、えー、日本だとヨウケチさんなかなか出てこないですからね、大きさで済まそうとしてきますんで、格下に見てるってことですよ、それは。はい。ということなんですけれども、えー、そこですね、ブリンケンさんが、まあ、結構歯に衣き着きせぬ形で、えー、中国批判、人権問題に関して批判をいたしました。 これがパフォーマンスなのか、ほんと政権の本気の気持ちなのかというのはちょっとわかりませんけれども、それに対して、ヨウケさんも内政干渉だということで、またいつもの応酬をしたということになりますね。はい。人権問題である以上内政干渉には当たりませんので、中国は国連に加盟しておりますからね。 はい。なので、あの、それは避難を受けて、叱るべきことにはなるんですけれども、はい。そこでまあ、最終的にはまた一つの中国というのを確認したという記事になっています。ちなみになんですが、一つの中国ですね。もうずっと見てくださっている方には申し訳ないんですけれども、もうご存知だと思うんですが、一つの中国原則というのを中国は言っています。で、アメリカは一つの中国政策というのを言っております。えー、これは全然違うということですね。一つの中国というのは、台湾も含めたエリアが、 中国という国であり、その正当な政府というのは、国というのは中華人民共和国であり、その中華人民共和国の正当で唯一の指導的立場にあるのが中国共産党だということで、中国共産党をトップにして台湾も含めたものが中国という国なんだという考え方。で、アメリカが言うワンチャイナポリシー、一つの中国政策というのは、中国がそう考えていることを お認識しましたよ。アクノレッジですね、えー。承知してますよ。認識してますよ。でも、えー、台湾に何かあったら、この東アジアの平和と安定に対して何かあったら、アメリカは出ていくよっていうのがアメリカの一つの中国政策ということになりますので、えー、一つの中国という同じ考え方があって、それに同意したというような書き方をマスコミは本当に何十年もしてます。中国から依頼をされて。 全然違うということですね。お互いがお互いの政策というのを言い合ったというだけの話ということになります。はい。えー、ということでですね。まあ、表向き強硬な姿勢を現在アメリカはとっております。で、その上でなんですが、あちょっと関係なさそうで関係あるというのがまた出てきました。産経新聞です。こちらになります。はい。収支の 長期支配に抵抗か中国で権力闘争の兆候ということでございますが、まあ中国の国内で権力闘争がない時期なんていうのは1秒たりともありませんのでいつもあるんですが、今回なぜわざわざ産経が記事にしたかと申しますと、新華社ですね、中国の国営通信になります。この新華社の方が、えー、わざわざですね、 えー、反抗している分子がいるぞっていうことを記事にしたんですね。で、それそのものが珍しくて、えー、要するにですね、習近平体制に反対している国内の勢力に対して釘を刺すようなメッセージとして、この新華社からそういう記事が出てきたんじゃないかというのが、あ、産経新聞の言っていることですね。まあそうなんじゃないかなと思いますけれども、なんでそっちの方が、 反習近平の方が勢いづいているのかというと、おそらくですね、中国がアメリカやイギリスとか日本にもそうですが、工作活動をしているように、アメリカだってイギリスだって日本はしてるかどうかわかりませんが、あの、工作活動しているわけですね。おそらくそっちの方が勢いづいてきてるんじゃないかなと思います。なんで勢いづいてきてるのかと言いますと、政権が変わってですね、えー、トランプ政権、ポンピオさんの時というのは、 中国共産党の体制や価値観そのものを敵対視してました。これが、世界的に外役である。人類の未来にとっていいものではないので、この価値観と対峙しなければいけないという体制だったわけですね。それが、バイデン政権になってブリンケンさんになって、もしかしたらですけれども、 この価値観ではなくて、習近平政権に的を絞って、中国共産党全体ではなくて、中国共産党の中での習近平さんの取り巻きですね、ここだけに狙い撃ちをしているとするんであれば、反習近平派の方は勢いづくということになりますので、そういう兆候があるんじゃないのかなと思います。 で、もしそうだとするんであれば、習近平政権だけを敵対視して狙い撃ちをし始めたということでなりますと、中国共産党にとっては、めちゃめちゃ甘い政策、ということになります。なぜかといえばしゅ、えー、中国共産党とその価値観、その体制というのは全て生き残るから、それが確定するからですね。はい、えー、ということになりますので、やはりですね、ちょっと表向き、えー トランプ政権を引き継いで人権問題に関してドンパチはやっておりますが、ところどころ中国共産党が生き残る道筋というのがもうすでにいくつもいくつも出てきているということで、これはちょっとですね、えー、日本の安全保障を、まあ、憂うこのチャンネルとしてはですね、ちょっとお、凝視してですね、注意深く見守っていきたいなと。 思うわけでございますはいでは本日の内容は以上になります、えー、本日もご視聴ありがとうございました